日本の伝統折り紙鶴の折り方をご紹介します。最初のこの折り方が少し難しいので、私なりの方法を工夫してみました。まず外側が白くなるように三角に折ります。90度回してまた三角に折ります。色がついている方を外にして四角に折ります。90度回してまた四角に折ります。最後に折った部分を持って真ん中に寄せるとこの形が出来上がります。正確にきれいに折れます。この部分を真ん中の線に合わせて折ります。裏側も折ります。次、この部分を折っておくことがポイントです。反対側にもしっかりと折り目をつけておきましょう。開いたら先ほどの折り目のところで折り返します。そうするときれいな羽の形ができます。裏側を折るときにはもう一度折り目をつけ直して開いてください。鶴の足の部分を折ります。細いのでゆっくりときれいに折ってください。全部折れたらこのように折ります。そして尻尾とくちばしになる部分を上に折り上げます。まっすぐではなく少し引き出します。くちばしになる方は斜めに折ってから中に折り込みます。中割り折りです。羽を広げて形を整えれば出来上がりです。伝統的な風船の折り方もありますのでご覧ください。